はい、どうもおはようございます、ちかです。今日はサパンタクシー駅近くのジャルンクルン通りに来ております。この通りはちょっと前に安くてめっちゃ上手なマッサージ屋さんがあるよっていうのを教えてもらって来たんですけど、その時にね、この通りめちゃくちゃ行きだし魅力的な食事がいっぱいあるなって思ったんで、また来ちゃいました。まだまだ知らない、食べたことがないタイ料理もいっぱいあるので、今日はこのジャルンクルン通りを散策しながらいろいろ見つけれたらいいなと思います。では行きましょう。目の前の大通りがジャルンクルン通りです。タイで初めてできた一番古い車道だそうです。ジャルンクルン通りは8キロから9キロにわたる長い通りで、全部行くのは無理なので、今日は駅を境に西側の方に歩いていきたいと思います。ここにもマッサージあるけど、紹介してもらったところよりはお高めですね。大通りに面していると結構高いのかな。こんな感じでちょっと廃墟っぽいところも多くて、それがまた素敵なんですが、夜行ったらちょっと怖いかもしれないですね。こんな感じで、これは建設が止まっちゃったホテルか何かかな。この落書きアートがめちゃくちゃいっぱいあって、これが素敵ですね。路地の暗いところには行かない方が良さそうです。めっちゃ変な人が走って追っかけてきて怖かった。歩き出してすぐに立派なお寺が現れました。ワットヤンナーワーっていうお寺みたいです。ちょっと入って見てみたいと思います。タンクトップだからやばいかなと思ったんですけど、このお姉さんもタンクトップなので行きましょう。わー、なんとお船の形をしたお寺みたいです。なかなかインパクトがあっていいですね。綺麗だな、純白にゴールドが輝いております。タイのお寺はどこに行っても豪華ですね。では早速お寺の前にイエンタボーっていう食べてみたかった料理を見つけたので行ってみます。こちらです。汁なしいただきます。これですね、びっくりカラー、ピンクの色をしたヌードルです。どんな味なんだろう。おいしい。酢の麺みたいな酢の味がする。このピンク色は豆腐を赤麹で発酵させた食品のおかげでこういう色になっているらしいんで、漢字で書かれると腐ったなんとかって書かれてたからちょっと気持ち悪いなって思ったんだけど、味は普通に酢で美味しいな。うん、めっちゃ辛い。唐辛子が多分いっぱい入ってて、ここに追加で粉唐辛子あるんだけど、タイの粉唐辛子めちゃくちゃ辛いな。ベトナムだと大粒タイプのやつだったら、まあ見た目の割には全然辛くないってことが多いんですけど、見た目はなんかあんまり美味しくないように見えるけど、私はラーメンとかにも酢をかけて食べるのが好きなので結構好きです。具材は魚のすり身、さつま揚げみたいなやつが3種類ぐらい乗ってますね。それとこの豚の血の塊と揚げワンタンと、これが豚の皮かな、乗ってます。で、野菜が空心菜みたいなのがちょろっと乗ってる感じです。おそらく皮豚の皮の部分だと思います。肉なしの皮だけ、うん、美味しい。魚のすり身はベトナムのより日本に近い感じかもしれない。うん、コクが足りない気がするから、この辺にある調味料を入れてみましょうか。口がヒリヒリするんだけど、さらに辛くなるってことはないかな。酢かな。うん、酢で美味しいんだけど唐辛子がやばい。こっちは何だろう、ネギみたいなのが入ってるからこっちは大丈夫かな。ちょっとずつ
かけをやばいから。どっちも酢だけど、2個目の方がまだ辛くはない気がする。酢が好きな人は好きな料理って感じですね。でも砂糖は謎ですよね。大臣、砂糖を麺類に入れるのがすごい不思議。タイの方が豚のチプリン登場頻度高い気がする。健康にはいいのかもしれないけど、未だにあんまり好きではない。この豚のチプリンと皮はね、癖あるんですけど、それ以外は見た目の割には想像を超える美味しさです。うん、これね、麺の種類が4種類選べる感じです。汁ありと汁なしが選べて、汁ありはめちゃくちゃピンクだったからとりあえず汁なしにしてみました。汁ありだとどんな感じになるんですか。うん、こちらにスープついてきてるけど、こっちはピンクじゃないです。これは普通に中華スープ、美味しい。これかけたりするのかな。麺がくっついてるからかけるといいのかもしれない。それが揚げワンタンかな。美味しい。びっくりした。エビワンタンか何かかなって思ったら、中もね、魚のすり身が入ってる。手作りすり身って感じ。ふわふわ弾力があって美味しい。先にちょっと苦手なのを全部食べる。健康には良さそうなので。白っぽいすり身はどんな感じかな。白っぽいすり身はかまぼこだ。これは麺はどれが正解だったのかね。とりあえず一番上に書かれてた太いやつにしてみました。きしめんみたいなやつですね。タイでは辛さ控えめにしてって言わなかったら全部激辛ですね。白いすり身がピンクになっちゃってる。おいしい。匂いは酸っぱいだけでそんな変な匂いはしない。うん、これもタイ料理って言っても中華系の食事みたいですね。辛い。ごちそうさまでした。美味しかったけどめっちゃ辛かったです。やっぱり唐辛子減らしてって言わないとすごい辛くなりますね。でもせっかくだからタイ人が普通に食べてる通常モードの辛さで調整していきたいと思います。ジャルンクルン通りは落書きだらけですね。よく言えばアート芸術的なんですけど、悪く言えばちょっとスラム街っぽい感じにも見えてしまいます。古い建物が多いレトロな街並みです。こちらは大学だったんですね。通りで学生っぽい子たちがいっぱい歩いてくるなと思います。タイ人は大学生も制服があるので不思議な感じがしますよね。ジャルンクルン通りはバスがたくさん行き交っているようです。前にバスの乗り方も教えてもらったんですけど、家の前からだと何も書いてないのでちょっと自信がなかったんですが、ここはね、一応案内が書かれているので割と分かりやすいかな。帰りはバスで帰ってみようかなと思います。バスは番号を確認していくみたいですが、ここはタイ語の下にちゃんと英語表記があるので地名が一応確認できて安心です。こんな感じのバスです。こちらは安いやつ、クーラーがないタイプのやつです。ちょっとここ路地入ってみましょうか。ここは学校が多いみたいですね。学校の案内が出てます。中華系かな。中華系の人が多いのかもしれません。言われてみると食事が中華系の料理が多いような気もします。ここの屋台も夜がメインみたいですね。今は閉まってるとこが多くて3分の1くらいが営業している感じです。こんな感じで高校生に見えるけど大学生なのかどちらなんだろう。そろそろお昼時なのでみんなランチを買ってますね。この屋台通りはちょろっとかなって思ったらすごい長い。
1キロくらいかな、もっとそれ以上かもしれないぐらい、かなり長いお食事屋台ロードです。ちなみにね、屋台以外にも店舗構えているお店もたくさんあります。屋台通りにこんな感じで学校が 2,3 軒ありまして、学校の目の前に屋台がずらっと出てる感じです。学生さん用なのかな、もしそうだったらね、ちょっと安いかもしれないですね。粋な建物が続きます。こういうのは団地って感じですかね。洗濯物が干されているので、ここで地元の方が生活しているみたいです。絵になる風景です。これは虫ですね。虫普通にやっぱり食べるんですね。揚げ物だらけですね学生だからかな。粋なお昼時の風景です。レトロですね。ではせっかくなので、この通りでぶっかけ飯を食べてみたいと思います。私ベトナムでは散々ぶっかけ飯食べまくってたんですけど、タイではまだ食べたことないんですよねってことで、こちら行ってみます。ベトナムと同じスタイルですね。おかず2種のぶっかけ飯いただきます。私のバンコク初ぶっかけ飯です。なんと赤米でした。白も選べるらしいんですけど、珍しいので赤米を。見ての通りめちゃくちゃ辛いんですけど美味しい。特に米がめっちゃ美味しい。おお、タイ米ってやっぱりちょっとベトナム米よりさらに匂いが気になるなってことが多いんだけど、これ全然気にならないですね。しかも日本の米の方が美味しいって日本人には感じると言っても、エスニック料理に日本米って合わないから、一番この赤米がいいかもしれない。おかずが2種で、キノコの炒め物とインゲンと豚肉の炒め物選べました。普通何種類選ぶんですかね。2種類選んだ時点ではい終わりみたいな感じだったんで、とりあえずやめといたんですけど、辛いな。このインゲン炒めはトムヤムクンみたいな味です。トムヤムクンに中華のラー油をぶっかけて粉唐辛子を追加したっていう感じです。こっちのキノコ炒めも唐辛子がいっぱいかかってるからめっちゃ辛い。こちらのキノコ炒めは日本のキノコ炒めと似た感じの味で、ごま油と醤油に唐辛子ぶっかけたって感じです。ここのお店適当に入ったけど普通にめっちゃ美味しい。通うレベルで結構好きかもしれない。普通に麺料理とか食べるより野菜がいっぱい取れるから、やっぱぶっかけ飯が最強かもしれない。ここの店は雰囲気もベトナムの民家っていう感じで落ち着きますね。うわー、唐辛子の塊ベトナム料理は基本的にあんまり辛いものってないから、日本人で辛いの苦手っていう人はこういう店は結構大変ですよね。オーダーして作ってもらうバージョンだったら減らしてって言えるけど、こういう感じの提供の仕方だと作られてるやつを選ぶしかないんで、辛くなさそうなやつもここねおかず並んでるんだけど、よくよく見ると大体唐辛子が全部浮いてるので、全く辛くないのは選択肢がかなり狭まりそうですね。辛いけど美味しい。ずっとヒリヒリしてる、ここはちょっとヘルシーっぽい感じのお店なのかもしれない。野菜がとにかく多いし、赤米とかで見た感じ若干マクロビっぽい感じのモデルの食事っぽくないですか。ところでこれはいくらだろう。値段も聞かないで頼んだけど大丈夫かな。もう食べ進めるとだんだん口の中が火を吐きそうに。おーい、初のタイぶっかけ飯はヘルシーな感じとか言ってたら普通にビーガンレストランでした。肉かと思ったらね、肉じゃなかったみたいです。
バカ舌だから分かんなかったんですけど、入り口にねオーガニック野菜を使って MSG を一切使っていないビーガンレストランで普通に看板出てました。やたらとシャッター閉まっているところが多いんですけど、もうテナントは入らない感じですかね。ここはローカルっぽい雰囲気ですけど、意外と近くに5つ星ホテルがいくつかあるみたいで、外国人観光客みたいな方も多く通ります。古めの団地が多いですね。団地の目の前のこちらの立派な建物は民事裁判所らしいです。実際こういう場所の治安ってどうなんですかね。この通りは葉っぱ売ってるところとかもういくつかあって、実際ねちょっと狂ってる人も。美味しそうな飲食店がめっちゃいっぱいあります。かき氷みたいなお店ありますね。口ヒリヒリするから食べてみよう。はい、台風かき氷いただきます。わー、嬉しい。冷たくて甘いのが食べたかったんですよね。うん、おいしい。ココナッツミルクかき氷です。で、このピンク色のタッピーグローブっていうのがメインにいっぱい入ってます。あとはココナッツと、ちょっとわかんない、コリコリのやつと、あとはジャックフルーツが入ってます。タッピムクロープっていうの初めて食べるんですけど、どんな感じなんでしょう。タピオカの中に謎のシャキシャキが入ってるのかな。あんまり味はないかな。うん、ベトナムにも似たようなのありますね。ハチの実がタピオカに包まれてるやつ、それと同じ感じです。若干ナッツみたいな味がする。美味しい。行き帰ります。もう今胃のあたりがチクチクしますね。粗めの唐辛子粉と唐辛子本体をいっぱい喉から通していったので、もうここら辺が焼けてる感じがする。これは意外と激甘ではないです。甘いけどここまで甘すぎるって感じはしない。うん、大人気ですね。みんな暑いから昼にこういうの食べるのかな。毎日タイ人と同じように唐辛子大量に入ってくるから、料理ばっかり食べてたら毎日これが必要になるかもしれない。これは何だろう、芋みたいなのも入ってる。なんだこれ。これは何でしょうか。食感、レンコンみたいな。これがこのピンクの実の正体かな。似たような食感な気がする。多分一緒ですね。包まれてないバンド。この白いのは何だろう。山芋みたいにヌルヌルする。この透明のやつが普通にココナッツだから、うん、不思議なものがいっぱい入ってるけど、ヒリヒリする口を癒してくれます。これはベトナムのチェーっていうデザートに似てますけど、チェーの方が日本人には食べやすいかもしれないですね。大量の唐辛子と大量の砂糖と大量の油と氷とかね、冷たいものも食べたりして、タイ人はお腹強いですね。日本人だったら食中毒じゃないけど、そういう感じの症状になっちゃいそうです。粋な日用品ガチャガチャ市場みたいなのが出てきました。こういうのもベトナムによくありますね。似てるな。この辺りの可愛らしい器が50バーツから60バーツです。安いのか高いのか分かんないけど、こういう感じの雰囲気でもちゃんと値札がついてるのが嬉しいです。ご丁寧に全てに値札シール貼ってくれてます。そしてガチャガチャ市の向かい側に再び美しい仏教寺院が現れました。こちらはワットスッティ・ワラーラームっていう寺院らしいです。先ほどの寺院の方が特徴的ではありましたが、こちらの方が圧倒的にゴージャスですね。カラフルな彫刻が美しいです。宝石みたいですね。
ベトナムだとこういう華やかなお寺は南部のクメール寺院くらいなんでね、どこも写真スポットで人いっぱいいるんですけど、タイは全部こんな感じなんで、別に写真撮りに来てる人みたいなの全然いませんね。ではお寺の前にちょうど立派なバス停があるので、ここでバスに乗って帰ってみようかなと思います。バスが全然来ないので、ちょっとこの路地に入ってうろうろして時間潰したいと思います。ここら辺はガチ屋台が結構並んでますね。古くからある屋台っていう感じ、いい雰囲気です。ローカル感満載。ここに激辛麺っぽいのを発見したので、せっかくだから調整していきます。おい、激辛麺到着です。これはやばそう、めちゃくちゃ辛そう。今日はもう激辛企画みたいになってるので、めっちゃ美味しい、トムヤム系のスープ、トムヤムラーメンなのかな。麺は細い米麺で、ベトナムのフートゥっていう南部の麺みたいです、多分量がめちゃくちゃ多いっていう。喉が痛い、具もいっぱい入ってるけど、唐辛子でもうスープがドロドロ。やっぱこういう老舗屋台みたいなところが一番味が美味しいのかもしれない、具材がすごい豪華で、豚の薄切りと豚団子と牛肉の煮込みみたいなのがもりもり乗ってます。ちなみに私は辛いのはかなり好きな方なので、辛いのあんまり好きじゃないっていう人はもうこれ絶対美味しくは食べれないレベルです。牛肉の煮込みまで乗ってるって豪華ですね。とろとろ、肉が柔らかくて美味しい。ほのかにもやしも入ってるんですよ。見て、粉唐辛子が大量に乗ってる。でーん、一番最初の麺もそうだったんだけど、これも酸味があるので酸っぱい感じのおかげで、まあ、辛さは若干和らいでる感あるんだけど、実際に入ってる唐辛子の量がすごいからやばい、食道がんになるかもしれない、こんなに毎日食べた。そんなこともないのか、食道がやられてる気がする。見てください、ドロドロ、麺がスープを吸い切ってるので、ちょっと麻痺してきた。でも本当に味はめちゃくちゃ美味しいですよ。だから唐辛子を減らしてって普通にね、まあ、頼めばね美味しく食べれると思います。最近ね、唐辛子を減らしたら本来美味しいものが美味しくなくなってしまうんじゃないかっていう風に思い始めて、唐辛子と戦ってます。汁飲んでないのにもう汁吸い切っちゃって、汁が全部なくなっちゃった。さっきからタイ人は普通に美味しく汁まで全部飲んでたりしたから、これぐらいは普通だと思います。もっと辛いんじゃないかな。タイ料理の辛いやつって言ったらやばそうですね。その後バスで帰ろうと思ってるから、途中でお腹痛くならなければいいんです。お腹を壊すというよりはめっちゃチクチクする、すでにすごい肌がツルツルになりそうです。最後、イエーイ、完食。はい、ということで今日はジャルンクルーン通りでレトロな街並みを楽しみながら激辛料理を堪能しました。本当に辛かったけど本当に美味しいので、ぜひ皆さんもタイ料理は唐辛子 100% でお楽しみください。ということで今日の動画も少しでも楽しんでいただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた、バイバーイ。